ルキ、もうどこに行ってたの？あなたなのね。お帰り。無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて。そうだね、ルキ。こんなに嬉しいのに泣いていたらダメだよね。本当にお帰りなさい。私たちの村、
ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたが後ろに旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれお城に閉じ込められたけれど、あの方ごめんごめん、長旅で疲れているもん。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人が。
さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。いたいた、おばさま、大ニュース、大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうしたんだい？驚かないでね、おばさま。ほら、あそこを見て。まさか、あんたは。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく、困った人をみんな助けてくれてね。私らを魔物から守りながら、この村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダールもいらしてるんだよ。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。
無事であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも本許してくれとは言わん。そなたは大樹での出来事を覚えておるか。そうか、わしは何も思い出せぬのだ。ただわしに取り付いていた何者かがぬ、そして気を失の。一つだけ聞かせてくれ。我が娘マルティナは生きておるか。そうか。報告いたします。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を。さて、我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、そなたも。あ、生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おいよ、民たちを。皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ。かがり火を焚け。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。今夜の戦いをしのげ。